こんにちは、井野康介です。テレオロジカルコーチングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はインプットかアウトプットか、それが問題だみたいなテーマでやってみたいと思います。シェイクスピアかっていう感じですけどね。コーチング、広い意味での自己啓発みたいなこう領域に身を置いているわけなんですが、そうするとこう学びに対してすごく貪欲な人々とこう日々出会うんですよね。そのこと自体は非常に刺激的であるし、自分自身もまたそれによって啓発されることが大いにあります。でも自己啓発っていうといろんな手法がありますよね。それこそ本当にもう全てマスターなんてとてもとても自分の人生の中でしきれないなっていうぐらい、本当に数多の数が手法があるわけです。僕がお伝えしているルータイスのコーチング理論も、まあ、言ってみればそのうちの一つに過ぎないわけですよね。でコーチングっていう切り口で見ても、コーチングの流派だけでも、まあ、いわゆる流派とね言われるようなものいろいろあります。でそんなことをこう学ぼうとしていくその努力、思いには本当に敬意を表するんですが、ただその時に注意すべき点として、こんなことを僕は常々意識しています。それは何かというと、求めすぎないとか目的を忘れないっていうことをですね、特にこの目的を忘れないっていうこと、これが本当に大事だなというふうに思っています。一体何のためにインプットをしているのかっていうことですね。学ぶ、インプットする、それ自体は非常に大事なことではあるんですけれども、じゃあ何のためにインプットしてるんですかっていうことですね。そこを見失ってしまうと、インプット自体が自己目的化してしまったりする。それでいいですかっていうことですね。例えばこういう自己啓発みたいなコーチング、何かこう自分を成長させたいとかね、新しい自分になりたい、生まれ変わりたいみたいな時に、端的に言います、あなたは成功したいんですか、それとも成功法則を知りたいだけですか、どっちですかっていうことです。例えばですけどね、成功したいのであれば、本当に本気で成功したいのであれば、実践することですよ。実際に行動に移すこと、アウトプットすることです。アウトプットが成果を生むわけですから、もっともっと学びたいという思いが湧くのもわかります。でも世の中に完璧なものなんてそもそもないんですよね。学んだことにまずは乗っかってみる、素直に乗っかってみて、やってみる、やってみました、できました、これですよね。やってみました、できました、このサイクルを回していくことです。でその先に人生が変わっていくっていう結果がもたらされるわけですから、いいこと学んだな、すごく刺激を受けた、すごくなんか刺激を受けたなとか、ああ自分なんか今高まってるなって終わらないっていうことですね。その高まりを行動に移していくこと、行動に移すからこそ結果が出るわけです。インプットはほどほどに、限りがありませんからね。目的を見失わずにやりすぎない、インプットも大事ですけども、アウトプットはもっと大事です。ぜひね、インプットかアウトプットか、それが問題だ。ちょっとそれについて考えてみていただければと思います。ご参考までにありがとうございました。